子供のために両親の反対を押し切って結婚したイッチ。そんなイッチの気持ちとは裏腹に、夫は結婚後も浮気を繰り返していた。実家にも頼れず、離婚にも踏み切れず、八方塞がり状態のイッチに、夫の勤める会社から、一本の電話が入り病院に駆けつける。家事に育児に入院した夫の世話、目まぐるしい日々に考える暇もなかったが、娘のある一言に離婚を決意したのだった。娘と協力して、ポンコツ浮気夫とさよならした話。2年前に捨てた女癖の悪い元夫から、最近ロミオメールが届くようになって、辛かった結婚生活を思い出してしまった。よければ当時の話を聞いてほしい。先に言っておくと、金銭的な制裁はしていない。私たちは婚前に子供ができた、いわゆる出来婚。子供に養親を揃えてあげたくて、親の反対を押し切って、やっと叶った結婚だったのに、私は結婚してから夫が、婚前も今も、浮気しまくっているということに気づいた。夫には、もう結婚して子供もいるんだから、遊び歩かないでよ、と、伝えても。別に俺は結婚したいって言った覚えはないけど、子供と遊んでやるくらいはするけど、俺に他のことを期待すんなよ。俺の養親もお前のこと気に入ってるみたいだし、頼れば？と、夫とは会話にならなかった。子供もいるのに、いい気なもんだな。辛いことはここで吐き出していけ。結婚したいって言った覚えがない？サインしたなら責任は伴うもんだろ？子供はペットじゃないんだ。いやいや。こんな無責任夫、一緒にいる必要ないよね。頼りにならない夫の代わりに家を支えるため、義両親の経営する会社に就職し、一生懸命働いた。しかし、娘が小学校の高学年になろうとしていた頃、義両親が事故に巻き込まれなくなり、会社を私が継いだことによって、さらに夫の態度は悪化していった。正直、もう浮気を咎める気力も残っていなかった。義両親の最後のお願いにより、私が会社を継いだことに不満を持った夫は、早々に会社を辞め、土木系の会社に就職していたが、再就職をしてから、家に生活費を入れなくなってしまった。娘のための貯金をもっと増やしたい。あなたにも生活費を少しくらい入れてほしい。と、伝えるも。お偉い俺の養親が、お前に会社継がせたんだから。金なら有り余るほどあるだろ。むしろ俺に小遣いくれてもいいんだぞ。それでまた女と遊ぶから。それに女に学歴とかいらないし、その貯金ちょっと俺によこせよ。と、ろくでなしの発言に、会話をする気をなくしてしまった。義両親は亡くなり、実の両親も結婚時の負い目から疎遠。私にはもう相談できる人がおらず、だんだんと無気力になり、自分で自分を洗脳してしまっていた。子供から父親を奪うくらいなら、私が頑張ればいいだけ。こんなひどいありさまであるのにもかかわらず、離婚に踏み切れなかったのは、実の両親への負い目や、よりにもよって夫が娘に対してだけは、それなりにいい顔する父親であったという事実だった。舐められたもんですね。ただ、きつい言い方をすれば、こういう人を選んだのは誰ですか？あなたに人を見る目がなかったのでは。結局周りが止めたのに、聞かなかったのはあなただし、不憫だけど自業自得。義両親、あなたに会社を任せるってことは、息子のこと信用してなかったんだな。それならそれで、ちゃんと息子のこと叱ってやれよ。夫がその調子なら、娘にバレるのも時間の問題でしょ。そんな父親と一緒にいる方が、娘にとっては不幸だと思う。女に学歴が不要って言ってる時点で、すでに終わってるし。と、スレミンたち。私もそう思う。言い訳になるけど、やっぱり周りが見えなくなってしまってた。でもそんな2年前のある日、夫の勤めていた土木会社から電話が来た。内容は、夫が仕事中に事故に遭って、救急搬送されたとのこと。その時の私は、慣れない会社の経営に子供の世話や家事、と、てんてこまいな毎日を過ごしていた。そのせいか、そんな報告を聞いても、なんだか頭がぼーっとしていた。それを勘違いしたのか、お気を確かに、と言われたが、お気を確かにするのは夫の方でしょ。なんて、ぼんやり考えていた。病院に行って話を聞くと、医師から入院期間は数ヶ月と長引くだろう、と、伝えられた。労災があるので、治療費の心配はいらないが、神経を痛めてしまい、夫は、下半身不随となってしまった。私は本当に疲れていたらしく、これじゃあご自慢の腰さばきもできないね、とか思ってしまっていた。心配なんか1ミリもしてない。お見舞いは惰性でやっていたけど、本当は行きたくない。あんたに咲く時間なんてほんとないんだよ。夫は事故の後から、ずっと下半身不随という事実を、受け入れられないのか、塞ぎ込んでいた。献身的な妻なら、尊敬に値する夫なら、ここで寄り添うんだろうけど、私は寄り添わなかった。そもそも普段の生活に加え、入院する夫の世話で、寄り添う余裕がないほど忙しかった。でも、そんなことよりも気になることが私にはあった。実は最初お泣きするほど心配していたはずの娘が、ここ最近パタリと心配しなくなったのだ。塞ぎ込んでいた夫が、日を追うごとに調子を戻していくのと反対に、
どんどん夫に対してそっけなくなっていく娘。それはまるで退院を望んでいないかのような態度だった。最近娘が冷たくないか？反抗期か？中学生になったんだから、そろそろそんな時期なのかもね。あいつも成長したな。その時の私には、怒りだとか悲しいだとか、そういう感情はほとんど残っていなかった。ただただ疲れて、同じ毎日を繰り返すだけ。まるで自分が育てたとか、勝手に育ったみたいな言い草だが、育てたのは嫁だろ。何もしてないのに、反抗されて当たり前。夫のことは正直どうでもいいけど、娘さんのことが心配だね。というか、私なら、もう娘と会話すらしてほしくないけどね。家に生活費も入れてない状況で、仕事で怪我して入院って、はっきり言って自業自得だろ。浮気相手に世話してもらえよ。と、スレミンたち。確かに難しい時期とは言ったけど、私への態度は以前と全く変わらなかった。だから反抗期じゃなくて、父親が心配で、不安定になってるのかと思った。子供の心を守るのも親の役目。娘に話を聞くことにした。最近お父さんに冷たい気がするんだけど、何かあったの？娘はひどく気まずそうに目をそらしてしまった。けれど根気よく聞いてみると、衝撃の事実が明らかになった。お父さん浮気してるよね。え？前に一人でお見舞いに行ったの。学校帰りに。まさか。うん。浮気相手の人と話してた。娘は喋りづらそうにしながらも、そこで聞いた会話で浮気相手だと気づいたこと。もともと浮気してるんじゃないかと気づいていたことを話してくれた。嫌なもの見せてごめんね。私よりお母さんの方が辛いでしょ？私聞いちゃったんだ。夜中に起きた時、お父さんが帰ってきてお母さんに、ひどいこと言ってるの。そう言って娘は、私の手をそっと握ってくれた。私が見たことは、お父さん知らないよ。すぐに隠れて知らないふりをしたから、お母さん離婚していいよ。私のためにしなかったんでしょ？私、お父さんのこと好きだったけど、もう嫌い。あんなお父さん、お父さんじゃない。気持ち悪い。もう帰ってきて欲しくないよ。帰ってきても、もう前みたいに、笑って話せない。娘は言葉を重ねるたびに小さく嗚咽して、最後には大泣きしてしまった。この時私は、久しぶりに夫への憤りがふつふつと戻ってくるのを感じた。今までの父親像と、本当の夫の姿があまりにかけ離れていて、信じられなくなったんだろう。娘にこんな顔させる父親なんていらない。私はやっと目を覚まし、離婚を決意した。夫様、こりゃもう娘との修復は無理だな。汚いものでも見るような目で、見られるのがオチ。自業自得だから仕方ない。娘を傷つけた一因はあなたにもある。いずれこうなることは分かってただろうに。本当に娘のことを思うなら、もっと早く決断すべきだった。浮気して生活費を入れてないなら、離婚されても文句は言えない。唯一頼れるであろう親も、他界してるみたいだし、夫の地獄はこれから。と、スレミンたち。夫は、退院日が決まっても、不機嫌な日々が続いた。夫の不快な罵声も、ただひたすら復讐を誓って耐えた。お母さん、実はこの間、こっそり聞いた話があるの。もしかして、また浮気相手が来てたの？私はまた怒りが湧いてきたが、娘は私の手を握ってにっこり笑ってくれた。お父さんってバカだね。どういうこと？浮気相手に振られたみたい。娘曰く夫は、俺、退院したら離婚しようと思うから、君と結婚したい。俺をこれから支えてほしい。と、歯の浮くようなことを言っていたらしい。リハビリをしていたとはいえ、以前のような生活は望めない要介護者の夫。当然といえば当然だけど、一生介護とか嫌に決まってるでしょ、と、振られたらしい。その日は娘と一緒に、娘の大好きなステーキを食べてお祝いした。夫からは、これから世話かけるけどよろしくな。お前のために浮気は清算した。と、LINE が届いた。足腰がダメになって、男として使い物にならなくなった上に、浮気相手にプロポーズしてこっぴどく振られただけでしょ。その日は、娘と、作戦を考えた。まず、結婚日は、夫の退院日。これは娘が決めた。お父さんにもうこの家入ってきてほしくないし、顔も見たくない。と、娘が言うので、夫を追い出すことにしたが、追い出しても夫が押しかけてくる可能性を考えて、私たちも引っ越しを決意。離婚を決意するまでは、何をしていても無気力だったが、娘の協力もあって、引っ越し先を即決できるほどに、元気を取り戻していた。慰謝料については諦めていた。もしかしたら例外もあるのかもしれないけれど、浮気の慰謝料請求は、その事実を知ってから3年と聞いていたからだ。代わりにこっちから、こっぴどく捨ててやろうという魂胆。何せ夫には友人もいないし、両親も他界している。浮気相手にも縁を切られ、残るは私しかいないのだから。なんとしても、私にしがみつきたいはず。夫、浮気相手に振られたこと、バレてないと思ってるんだろうな。何が清算しただ。お前が清算されたんだろ。
娘が味方になってくれて強くなったね。引っ越しも正解。頼れる人がいなければ、しがみついてくるのは目に見えてる。楽しくなってきてるじゃん。捨てられるのは答えるだろうな。と、スレミンたち。娘の希望により、引っ越しを早めに取り行うことにし、夫の荷物は、マンスリーマンションを借りて、そこにぶち込んだ。慰謝料が取れないなりに、どん底へ落としてやろうと、着々と夫を見捨てる計画が進んでいく中、夫は日を追うごとに、家に帰れると元気になっていった。夫の退院の日、病院へ退院の手続きに行くと、夫は眠そうにしていた。久々に家に帰れると思ったら、嬉しくて眠れなかったそうだ。最近娘は見舞いに来てくれなかったし、帰ったらどんな反応するか楽しみだな。これから俺はお前一筋になってやる。仲良くやろうな。と、夫に言われた。私は笑いそうになるのを耐え、退院書類の間に、離婚届を挟んだ。これにサインしてくれる？ちゃんと読んでからサインしてね。わかった。ちゃんと読んでから、サインしてね。私が念を押したのには、理由がある。夫の性格上、長い説明や規約などもともと読みたがらない上、私が念を押すと、逆に面倒くさがって、もっと読まなくなるのだ。ほらこれもちゃんと読んで。わかった。夫は眠気のピークが来てるのか、一枚めくるごとに目を閉じていってる。そしていよいよ、私は少し緊張しながら、離婚届にサインするのを見守った。これで最後？ちょっと5分だけ寝かせて。いいよいいよ寝てて。私は先に帰るから、素早く離婚届をバッグにしまい、にっこりと笑ってあげた。私のこんな笑顔、夫にはもう何年も見せていなかった。いやなんでだよ、せっかくの退院なのに。つまんないこと言うなよな。つまんない？私は最高に楽しいけど、ほらだって離婚届も書いてもらえたし、私はバッグからちらっと離婚届を見せた。あなた全然紙を見ずにサインするから、ちゃんと読んでからサインしてねって、私、言ったのに、夫はわなわなと震えながら、お前、浮気相手とは別れたって言っただろ。なんで今更、俺にはお前だけだって言ってるだろ。別れたんじゃなくて、捨てられたんでしょ？知ってるのよ。私と離婚するって言ってたそうじゃない。よかったわね、私と離婚できて。お前子供のために別れないって言ってただろ。大事な時期なのに、子供から父親を奪う気か？浮気相手と別れたこと、娘から聞いたのよ。子供に嫌なもの見せて絶対許さないから、娘ももう二度と会いたくないって言ってる。面会は本人の意思を尊重するから、娘から会いたいって言われない限り、一生会わせない。そんなこと許されるわけないだろ、俺は父親だぞ。本人が望まないのに強要するなんて、まともな父親と言える？そうそうあなたの荷物は、マンスリーマンションに入れてあるから、これ鍵と住所。何も言えなくなり、口をパクパクしている夫を背に、私はさっさと病院を後にして、役所に離婚届を提出した。ちゃんと読んでと言われて、サインしたんだから仕方ない。この夫は最後までチャランポラン。自分から先に嫁を捨てようとしてたし、夫の最初の希望は叶ったじゃん。この夫なら、遅かれ早かれ浮気相手にも捨てられてたでしょ？嫁に捨てられたのは、当然の結果。相手を大切にしないから、自分も大切にしてもらえない。お金があれば、親切にはしてもらえるだろうが、夫はお金さえも入れてなかった。娘がいらないというのであれば、お役目も終了。と、スレミンたち。元夫から、LINE や電話がひっきりなしに来ていたので、着信拒否と、ブロックをした。会社に来る可能性も考えて、社員たちには来たら、警察を呼んでもいいと伝え、私たちは完全に縁を切った。想定していた通り、会社から連絡があった。社長、元旦那さんが、会社に、すぐ警察呼んで、そして電話口からは、ここは俺の両親が立ち上げた会社だぞ、あいつを出さないと、ただじゃおかない。やめてください、いた。大丈夫？ちょっと何があったの？持っていたスマホを投げつけてこられて、それからすぐ警察が駆けつけ、元夫は、警察のお世話になった。元夫は、私の会社と私自身への接近禁止を命じられ、意気消沈したのか、それから元夫の話を聞くことはなかった。そして2年経った今、社用のメールアドレス宛てに、ロミオメールが届いた。俺が間違っていました。やり直そうとは言えないけれど、俺の心にはまだ君が住んでいます。はしょったけど、そんな感じのメール。社用のメールアドレスがあることに、今さら気づいたらしい。もちろん拒否設定。次来たら警察に相談するつもり。でも最後に、少し金を貸してくれませんか？と、あったので、かなり困ってるんだろう。絶賛反抗期の娘だけど、このメールで大爆笑してくれたので、ちょっとは感謝してやらなくもないかな。ロミオメールってどれ見ても、大体テンプレっぽいこと書いてるよな。教科書でもあるのか。離婚したって話だったから、結果は分かってたはずなのに、夫がエネオすぎて、どうなるかと思った。娘さんと幸せに、スマホ投げる？怖すぎるでしょ？ロミオメール？気持ち悪すぎでしょ？2年経っても、全く変わってないんだな。と、スレミンたち。
今では、実家の両親にも連絡を取り、娘とたまに遊びに行っている。娘のためにも、会社のためにも、これからは、たくましく生きていくつもり。娘の後押しもあり、無事、夫との離婚を成立させたイッチ。もしもあなたにイッチのようなエネオがいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。ちなみに、接近禁止命令の効果は、発令から6ヶ月間です。6ヶ月を超える接近禁止命令を求める場合は、再び接近禁止命令の申し立てが必要になるそうです。